見えとかでダメだよ。試合イメージとしては両サイドのコーナーは絶対入ってない。何が起こってるか。はい、今日3日目ですかね。練習終わりました。午前で終わって最後は久々にランメニューだったんでめちゃめちゃきつかったんで、ここからちょっとケアしてしっかり寝ようと思います。明日はちょっとフリーにしたんで明日しっかり休んで、また明後日からワークアウトお願いしたいと思います。おはようございます、昨日一日ちょっとフリーにして、まあホテルでハンドリングとかは軽くやったんですけど、基本オフにしてストレッチとかして、今日は4日目になります。またワークアウトしていただきに行きたいと思います。行ってきます。はい、午前練習と整骨院昼飯とか行って帰ってきました。今日8時からまた練習参加させてもらえるってことなんで行ってきたいと思います。それまではちょっと休憩とか勉強とかしつつ、このダブのベッドで過ごしていきたいと思います。はい、今からホッチ&シーのクラブの練習が中学校であるみたいで、ちょっとお邪魔させていただき、行ってきます。イブレン。
終わったんで今からホテルに戻ろうと思います。1,2,3,4 5日目ですかね。終了しました。5日目終了です。はい、6日目の練習終わって帰って着替えたんで今から整骨院でケアしてから今日は前の会社の同期とご飯に行ってきたいと思います。はい、どここれ YouTube 乗るよ。 YouTube 乗っちゃった。嘘、 YouTube デビューした。やばい、 YouTube マスク乗ってるやん。ありがとう、ありがとうね。あ、ちなみに俺あのいつもコメントしてる大丈夫、誰も気づいてないから。はい、明日で福岡最後のワークアウトになります。明日朝やって午後は休んで、土曜日の午前中に、明後日午前中に帰りたいと思います。明日はねちょっと最終日っていうことで練習終わった後にちょっといろいろ買い物じゃないですけど見に行きたいなと思います。もしかしたら何か買うかもしれないですが、その様子もねちょっとではあるんですけどちょっとしていけたらなと思います。じゃあ、明日の練習頑張りたいと思います。おはようございます。福岡最終日トレーニングしていきたいと思います。柔軟剤はあんまりおすすめしてなくてですね、はい、素材がちょっと柔らかくなってしまって流出が取りやすい傾向にあるので、はい、はい、